皆さんこんにちは、栄養家の小指です、本日は春休みの、宿題、ベースメントのね、13番の接続詞、そして、14番の和法、15番の否定特殊構文について解説していきたいと思います、はい。ね、これが、春休み宿題支援動画のラストです、はい。ね、一緒にしっかり頑張っていきましょう。はい、それでは13番の接続詞見ていきましょう。はい、ではまず A の1番いきましょう。I didn't expect 何々 the aquarium would be so crowded on Sunday. 私は expect は、予期する期待するなんて意味で使いますね。はい、ですから何を、expect してなかったかというと、The Aquarium、水族館だね。水族館が So crowded。 Crowded は混雑してるところね。On Sunday、 日曜日にとかね。水族館が、とても日曜日に混雑していると、予期していなかったってことだね。はい。ってことになります。ってことは、これは、後ろが SV の文が来てますね。はい。ってことですか、これは、ざっととね。はい。About は前置詞ですから、後ろは名詞が来なきゃいけませんね。だから違います。はい。What は、関係代名詞のこととかものって訳す。what かな、ね、what ではこれね、ことものでは意味が取れませんよね。はい。ね、ですからこれは3番の答えになります。はい、2番です。Julia cried for joy. 何々 She received the news of the victory. joy ってのは喜びだね。喜びのために cry、 これは cry ね、叫んだんだね。はい、はい、まあ喜んで叫んだ、つまり歓声を上げたところかな。はい。で She receives the news of the victory。 victory は勝利だよね。勝利の知らせを receive、 受け取ったんだね。ってことはどれが入るか、これは3番だろうね。 As soon as です。何々するとすぐにですからね。その勝利の知らせを受け取るとすぐに喜びで叫んだとこだね、なります。答えは3番になります。3番、最初に何か来ますね、これね。で The rain continues for one more dayThere will be a danger of flooding. はい。ですね。雨が continue は続くんだね。For one more day. もう一日。もう一日雨が降ると。そうすると、flooding。これ発音 flood って言います。これ洪水ね。洪水の danger。危険だね。洪水の危険にあるでしょうというわけだね。はい。もちろんこれはもしだよね。もしもう一日続いたら洪水の危険がありますよってことだね。ってことなので、これは一番が正解になります。いきましょう。4番です。 It was getting cloudy and windy. The boys turned back. cloudy だから曇って、ウィンディーは風が強くね、出てきたということだね。風が出てきた。そして、The boys turned back。Turn back っていうのは、これは turn はこういうふうに向きを変えるのが turn だよね。向きを変えて戻ってくる。つまり、引き返したところだね。なります。はい。で、ことは、曇って風が出てきたから引き返したところだね。はい。理由を表します。
となるとこれは2番だよね。なんとかなのでです。はい、ね、ってことは答えは2番になりますね。5番です。サトコ tried very hard. She failed the chemistry test. 一生懸命だね、このパートはね、一生懸命トライしたんだけど、はい、彼女は fail ね。fail は失敗です。失敗してしまいました。chemistry は化学ね、はい、化学の方です。化学のテストに失敗してしまったとね、ことになります。これは一生懸命トライしたけれどもってことだね。だから3番だね。はい、3番が正解になります。6番。I won't start my lecture. Everyone in the classroom is seated. はい。これは won't だね。これは will not との省略形ですね。lecture 講義です。講義を始めスタートしないだろうというわけですね。Everyone in the classroom. 教室のみんなが is seated. 座る。だね。はい。ってことは、座るまでってことかな。これ2番だよね。いついつまでです。はい。クラス、教室のみんなが座るまで私は講義を始めないでしょうというわけだね。はい。ってことで答え2番になります。7番 Please carry the violin carefully. You don't break it. そのバイオリンを carefully 注意深く注意してね carry 運んでくださいってわけです。 You don't break it. あなたがそれを壊さないとかね。これは、これ3番だね。はい。 So that あのね、そうだとってこのパターンまでね、なんと離れるパターンね、とてもなんとかなのでなんとかだなって言うからね。でこのくっつかってるパターン、これはなんとかするようにってことです。はいね、後ろにキャンが来ることが多いんですよね、これね。だその時はできるようにってことなんだけども、はい、この場合するようにです。だから、So that you don't break it ってことから、それを壊さないようにってことだね。ね、壊さないように注意して、そのバイオリンを運んでくださいってことだね。はい。ってことで答え3番になります。はい。8番です。Turn to the left at the next corner. You will soon find the police station. 次の角を左に曲がってください。You will soon, すぐに、はい、the police station, 警察署が、find, 見つかるでしょうとかね。見つかるね。はい。ってことですから、これは、いわゆる命令文、プラス、and だよね。次のコーナーを左に曲がってください。そうすれば、すぐに警察署が見つかるよ、とかね。となります。ですから答えは1番になります。はい、では B に行きましょう。並べ替えですね、見ていきましょうか。1番です。私はその箱が配達されるまでに帰宅しなければいけません。はい、I have to get home。 これで帰宅しなきゃいけないところね、なります。はい、ということはこれは私はその箱が配達されるまでにとね、なります。はい、そうするとこれはまでにのこれです。場合です。はい。ですから、by the time って聞きますね。はい。じゃあ、入ってみますよ。by the time。で、その箱が配達される前ですから、the box is...ですね。はい、ですから4 1 3 5、最後がデリバーだから2ね。はい、ですから1番5番かな。はい、これが正解になります。
2番です。その走者はとても速く走ったので誰も彼についていけなかった。これはとてもなんとかなので、ね、ついていけなかった。はい、これはいわゆるそうざっとがね、この形になります。はい、ザランナーキランそう早くファーストざっと、はい、でここで主語になるのは、ノーバディだね。ノーバディ、ノーバディ could keep up with him。 はい、ね、keep up with はついていくところですね、なりますね。はい、でノーバディは誰もなんとかないところだね。はい、ということになります。はい、ですのでそうのファースト1ザット2ノーバディ3でクドで2番目4番目3だね。はい、13が正解になります。3番です。ジムが成功するかどうかははっきりしない。はい、ですね、かどうかってことね、これはこれです。フェザーです。なんとかかどうかってことね、あります。はい、ではっきりしないというのはこれです。アンサートゥン、これはサートゥンというのは確かなところね。アンだから否定の形ね、確かではない、つまりはっきりしないところになります。はい、ね、そうしますと主語なのこれだね。これは It is uncertain で、その後にかどうかだからここに来ますね、フェザーね。フェザージム will succeed or not、ね、となりますね。はい、このフェザー or notね、なんとかかどうかっていうことになります。はい、ですのでえ2番4番3サート1番3番最後ジムだから5番ね。ですので答えは4番3番となります。はい、それでは14番和法に行きましょう。はい、和法には2つあります。はい、和法にはですね、直接会話が出てくる直接和法、というものと、間接的にね、会話表現が出てくる間接和法とあります。はい、ね、同じことを言ってんだけど、ね、直接和法、間接和法、ね、2つの言い方があります、ね、でも一回やってみれば、あ、こんなことかって分かるのでね、見ていきましょうね。はい、じゃあまず A いきましょう。上と下がね、同じ近い意味になるように、ね、選んでみましょう。はい、いきますよ。Masao said, I'm interested in Chinese history. Masao はこう言いました。僕は中国の歴史に興味があるんだ。はい、これがいわゆる直接和法ね、なります。直接、こういう会話表現でできます。これが直接和法です。はい、それに対して、ここにザッとやってきて、ね、間接的に会話表現が出てくるもんね。これは間接和法って言います。はい、さあ、行きましょう。こちら間接和法ね。ポイントは何かというと、例えば、I'm interested in Chinese history ってありますけど、この I が正夫君なんだよね、これは。ね。この時に、この代名詞をちゃんとこのマサオ君に合わせて変えなきゃいけません。これが和法転換って言いまして、ね、合わせていくところなんだよね。そうしますと、ここはマサオ君は
彼ですから、はい、こちらこれ火になります。はい、それが一つ。あと二つ目、このアームね、動詞です。でこれは会話文だから現在形です。ところが、下は間接法の場合は時制を合わせます。合わせます。ここで言うと、同じ文の中は、いわゆる時制の一致ね、ってことなので、ね、時制を合わせます。ということは、生徒が過去なんだよね。だこちらも過去にしましょう。はい。ってなりますので、ここは、もちろん、is ではなくて、was になりますよ、ということね。はい。ですから答えは、はい、2番が正解になります。はい。こんな形で、代名詞。それからこの動詞の時制ね、こういうものをね、はい、合わせていく、ね、これがこの問題のポイントになります。はい、では2番見ましょう。 Jim said I took a shower before dinner yesterday、ジムはこう言いました、僕は昨日、夕食前にシャワーを浴びたんだというわけだね。これを合わせていきましょう。Jim said that。 はい、ここです。さあ見てみましょう。これはちょっとこれ矢印っぱだね。さあこれはジムが言ったわけです。昨日シャワー浴びたよ。はい、シャワー浴びた、昨日です。はい、ってことはどちらも過去なんだけどね、シャワーを浴びたのはより古い過去です。はい、ですからこちらの過去形なんだけど、より古い過去の場合は、はい、ね、一つ前ですよってことを表すのに、はい、ハブをつけますよ。で、ハブの後ろは必ず過去分詞がきますから、ハブプラス過去分詞となります。はい、これが大事なポイントね、なりますよ。そうすると、Jim says that。はい、まず、はい、I だね。はい、この I は、主語Jim ですからね、合わせますからね。これは He だよね。He合わせます。そして、took、動詞ね。はい、これも時制を said、合わせますよ。ってことは、過去の前ですので、より古い過去ですから、Hard をつけます。で、take ですから、take, took, taken となりますね。そうしますと、he had taken ということなので、1番が正解になります。はい、3番いきましょう。Emily said to her mother, I'll prepare breakfast tomorrow. Emily はお母さんにこう言いました。I'll prepare breakfast tomorrow. 明日、朝食を prepare。準備するとこね、用意するよってことです。明日私が朝ごはん用意するよ、準備するよと言ったわけですね。はい、さあ見ましょう。 Emily told her mother、 先ほどまでは said と使いました。もちろんこれ say ね。 say は目的語は1個しか使いません。それに対して told は tell だね。 tell は目的語もう一つ取れます。はい、2つ取りますからね。ここが違うポイントです、ね、さあですからエミリーはお母さんに言いました。何を言ったか、ザというかのと言いました。はい、そうしますとまず主語ですよ。主語はI るって言いましたね。 I です。はい、言ったのはエミリーですから、あとはこれは主語はC だよね。はい、そして、次が、
動詞になりますね。ここにこれがありますね。 I'll prepare。 I'll ということはこれは Will です。さあここで時制の位置ですね。はい、時制の位置過去ですよ。合わせますよ。ってことは Will の過去形ですから Will です。はい、ですから答えは C、ウドだから3番だね。はい、3が正解になります。4番、Ms. Watanabe said to us, Don't judge a person only by his or her looks. 渡辺さんは、こう言いました、ね。Don't judge. Judge はもちろん判断するね。判断しないで、人を only、なんとかだけで by his or her looks ね、これは見かけだよね。 looks は見かけだけで、人を判断 しないでくださいと言ったわけですね。はい、さあこれ見ていきましょう。これは命令文だよね。なんとかしないようにとかだね。はい、これはですね、そもそも人に何とかするように言うという tell プラス人プラス to 停止、これで人に何とかするように言うと見せるね。ですので、told us と言ったのでここは to 停止とりますね。そこからto judge。 ただしここでは don't 否定ですよね。はい、ということは不定詞の to judge の前にこれは not をつけますね。 not to judge、 これで人を見かけで判断しないようにということです。そう言ったわけですね。はい、ってことで答えは Not to judge という3番が正解になります。はい、5番です。 I said to her, Have you ever traveled on a ship? 私は彼女にこう尋ねました。以前船で旅行したことがありますか。まず彼女に何々を言うので、目的語は2つ必要です。なので性はないね。ですから3番は×です。さあ told とあそこです。さあ told はさっき言ったように人に何とかするに言うです。はい、で ask は尋ねるだよね。はい、この場合は疑問文です。このポイントね。ってことは実は答えは2番なんです。これこの F を注意しましょう。これはなんとかかどうかっていう意味です。なんとかがどうかが彼女に尋ねるってことね。はい。はい、じゃあ6番いきましょう。Billy said to me, When did your sister return from Paris? Billy は私にこう言いました。あなたの、妹さんもしくはお姉さんが、いつだね、いつパリから戻ったんですか?です。はい、そうしますと夢がありますね。はい、ビリーは私に尋ねました。はい、When、 いつあなたの妹さんが戻ったのかってことだね。さあここで注意しましょう。はい、主語は Your Sister です。しかし Your っていうのはB は私のあれだね、お姉さんの妹だよね。だからこれは your が前に書いてるよね。 my sister って言います。これをここの me に合わせたわけで、そして動詞が return です。戻る。ただしほら後継だね。つまりこれも先ほどの
文字で、訪ねたんだけど、戻ったのはその前だよね。はい、先ほど言ったように、同じ過去だけど、より古い過去だよね、こちらは。ですので、ここは、リターンなんだけど、リターンで、そして、この時制アスクに合わせるからね、はい、過去よりよりここですから、ハードをつけなきゃいけないね、ハードリターンにしなきゃいけない、はい、ってことなので、答えは、はい、今のね、マイシスターハードリターン、2番が正解になります。はい、じゃあ B 行きましょう。上と下の、英文が近い意味になるように並べ替えね、なります。1番です。Mr. White said to us, hand in this paper by 3 o'clock this afternoon. ホワイトさんが我々にこう言いました。Hand in this paper. Hand in とは、なんとか提出するってことね。で、この、まあ、ペーパーってのは、まあ、書類だよね。これを、今日の午後の3時までいいんです。提出しなさいと言ったわけですね。はい。じゃあ見ていきましょう。そうすると、我々に言ったので、はい、先ほど言ったように、told だね。これ使いましょう。Mr. White told us。さあ、そして、そうしますと、これは、人に何とかするように言ったんだね。命令文だから。だから、to hand in。That paper. ね、となります。ちなみにこれね、this paper なんだけど、この間接形文の場合は this じゃなくて that に変えます。ちょっと注意をしてくださいね。まあ、つまり自分で会話したときはこの書類よって this なんだけど、間接形文をしたときはね、この間接形がこうなったときはね、その書類をってことだからね、ざっとなるんですよね。そこはちょっと注意をしてください。まあ、よくあの意味内容を見ても考えてもらうと確かにそうなんだよね、はい、注意しましょうってことなので、5、2、3、1、4と、はい、答えは2番1番が正解になります。はい、じゃあ2番です。My mother said to my brother, why did you leave the light on? もう一回か。はい、2番いきます。My mother said to my brother, why did you leave the light on? もう一回だな。ごめん。はい。はい、2番です。My mother said to my brother, why did you leave the light on? はい。お母さんは私の、まあ、兄もしくは弟に言いました。Why? なんで、ライトをリーブオンだからね、これつけっぱなしだね。電気をつけっぱなししたのってことです。はい、ということです。はい、ということですので、my mother asked, 尋ねたわけだね。相手はもちろん my brother。それで次が、はい、これはなぜだね、はい、why で、あれなんですか、 he だね、 he、 そして hard left だね、 hard left の時ですね、はい、ここが過去形だからね、はい、left と、はい、フリフリ過去なので、はい、have hard をつけましょう。ですから my brother 4 why 1ヒーだから3、5、2と、はい、答えは1番と5番になります。はい、3番いきましょう。 The doctor said to my son, Do you have a fever? はい、医者は私の息子に尋ねました、言いました、ね、
熱あるのとかね、ハバフィーバーね。熱ありますかと聞きましたね。はい、ってことです。そうしますと、はい、これは疑問文ですから、ask if はね、なんとかかどうか尋ねるという形ですね。ですから、じゃあドクター、誰に、マイさんだね。マイさん、if、he、で、これ、実践の位置で、ハードにしましょうね。はい。こうなりますね。じゃあドクター、ask my son if he had a fever となります。ですから、ask to go my son your if が3、he が2、had が1と。はい、ですから、4番、2番が正解になります。はい、です、4番。Ms. Hill said to the man, please deliver 2 bottles of milk to me every morning.ヒルさんがその男性に言いました。Please deliver、はい、配達してくださいとね、はい。deliver ですから、配達してくださいってことね。2 bottles of milk、はい、牛乳を2本だね、はい。ミルクは数えないので、ここにボトルを使いますね。1本だったらボトルオブなんだけど、ね、これ2本だからね、2 bottles of milk となりますね、はい、で私に毎朝ということになります。さあ、そうしますと、人に何とかするようにお願いするんだね、はい、ということですから、どうしよう、これあだね、アスクだね、はい、ですから Ms. Hill asked で、そうなんですよ、ザメンね。で、to deliver で、これが to bottles of milk と、こういう並べ替えになりますね。ですから答えは2番、ザメン4、to が3、デリバー1、5と、はい、答えは4番、1番となりますね。はい、それでは15番の否定、特殊構文見ていきましょう。まず A です。意味の通る英文になるように空章にね、適語を入れましょう。まず1番です。 As Chris is very busy today, I can 何々 expect him to help me。 クリスはとても今日忙しいんだね。で、I can expect him to help me。 これは expect him to help me ですから、彼に私を手伝ってくれるようには expect は期待するだね。期待することは当然できないんだよね。忙しいからできない。まあ、この as はそういうわけなので、忙しいのでって理由を表すはずだね、はい、そうすると否定の意味なのは1番だね。ハードリーはほとんどないって意味だからね、はい、ね、私は彼に助けてもらうことを期待はできないとかね。というわけで答えは1番になります。ちなみに frequently は頻繁に、ね、often はもちろんよくねって意味です。2番、Jenny would often work as a volunteer, but she 何々 does now。 ジェニーは、この would often 注意しましょう。はい、これはね、昔よく何とかしたものだって意味です。はい、過去の習慣を表す言い方ね、なります。はい、ボランティアとして、よく働いたものだったが、But she does now。 今はってことは
このバットとかってことは昔はやってたけど今はおそらく知ってないところだねという意味が含まれると思います。もちろん does はこれね work ね、まあ、does が s がつくからね works かね、なります。はい、そうしますと否定の意味になるのはこれは2番だね rarely です。 rarely、はい、はめったになんとかない、今はめったにボランティアとして働いたりしないよとだねなります。ちなみにめったにないというのはイコールねセルダムとなったね、はい、合わせと覚えておきましょう。はい、suddenly 突然、usually は普通大抵とかだね。はい、次は B ですね、並べ替えいきましょう。1番、私たちの全員が彼の意見に賛成しているわけではない、はい、このなんとかしているわけではないっていう方、こういうの部分否定だね。はい、ってことは not all ね、これを使っていきましょう。はい、 not all of us、ね、私たちのみんながこういうわけじゃないところだからね、はい、で、動詞が agree だね。はい、これではね not all of us agree to his opinion となりますね。はい、ですから、not が4、all が3、オブだから1で5番の2か、ね、答えは3番と5番になります。2番、最も賢明な計画でさえもいつも成功すると限らない、ね、何とかすると限らない、これも、部分否定だね。はい、これは not always、 これ使っていきましょう。はい、で主語になるのが最も賢明な計画でさえもですね。ってことは最初に言い分持っていきましょうか。さ、なんとかさえっていうね。Even the widest plans don't always succeed となりますね。4、5、3、2、1となりますね。ですから答えは5番2番ですね。はい、じゃあ3番です。エマが来週のコンサートで演奏するのはピアノだ。はい、これはねこのピアノだっていうこのピアノを強調してるね、こういうのね、これは強調構文の文ですね。強調構文は It is、 まあ過去の文だともちろん was の場合もあるんだけど、基本は It is と that で強調するものを挟みますという形です。はい、ですからここで言うと It is that ね、で強調するものはピアノですので、これを持ってきます。はい、ですから It is the piano that で Emma play will play at the concert next week となりますね。はい、元の文は、Emma will play、 ここに入るよね、 the pianoアッツコンサートネクストウィークという文です。で、このザピアノを強調するってことで、この It is と that でね、挟んだ形ね、になります。ですので、It、 あ、違う、最初 It だから2か、 It is the piano that 5番で Emma ね、ですから答えは4番と5番になります。はい、4番です。あの新しい橋をデザインしたのは桜井さんでしたかと、ね、はい、これは桜井さんを強調するんだね。ただ
でしたかって疑問文ですので注意しましょう。はい、ですから、It was that ね。で、強調するのは Miss Sakurai だよね。はい。じゃあとりあえずまず、普通の文作ってみましょう。ね、It was Miss Sakurai that で、designed that new bridge となりますね。ただ疑問文でしたので、これ逆にしましょうね。Was it Miss Sakurai that designed that new bridge となりますね。はい。はい、it was と that で桜井さんを挟みます。元の部分は Miss Sakurai designed that new bridge とかね、なりますってことですので、Was it Miss Sakurai that で designed というね、はい、答えは3番5番となりますね。はい、じゃあ次いきましょう。次の角度において上と下の英文が近い意味になるようにね、クッションに入る最も適当なものやりましょう。 This situation we are in is not all easy。 これはこう発行しておいてね。我々が、ね、まあ、in だからね、まあ、入っている、まあ、置かれているところだな。そのシチュエーション、状況ね、この状況、私たちのこの状況は not at all easy、 全くだよね、not at all だからね、全く、まあ、優しいものではないという意味ですね。はい、それでは見ていきましょう。で、この free from、 far from、 at least、 これ次の選択肢も同じだからね、合わせてみていきましょう。で、free from というのは、これはなんとかがないということです。まあ、フリーがもともと自由だよね。ってことなので、なんとかから、まあ、自由、まあ、解放されたところね。という意味です。で、はい。フリーだからね。はい。それに対して、far from。far はもともと遠いんだよね。の far です。から遠いってことなので、これはね、決してなんとかないって言うんだけど、そもそもの意味は何々からほど遠いってことね、ってことになります。はい、at least は少なくともとかね、となりますってことなので、答えは、この場合は我々が置かれている状況はね、優しくないだね、決して優しくないので、これは答えは2番になります。はい、ね、さあ2番ですね。 There are no mistakes in Kenta's report。 この There are no というのはなんとかがないということね。 Kenta のリポートには間違いがないとかね、ことですから、ケンタズリポート is、 はい、これはね、ないということなので、これは1番だね。 free from、 はい、間違いがないところだからね。はい、ケンタズリポート is free from mistakes となりますね。はい、お疲れ様でした。はい、一応ね、これで宿題の試験の終わりになりますけどね、もう少しでね、進撃始めますね。3年生しっかり頑張っていきましょうね。はい、で、この、宿題のテストが近いうちありますので、ね、それに向けて少しね復習をしてみてくださいね。はい、それでは近いうちお会いしましょう。 See you。